じゃあこれから ATP の生成の説明をします。でこの B2 の白い袋から取り出すと、こちらがアデニンですね。でこれで、その真ん中にあるここが五単糖です。で五単糖の水素原子が一つ外れて、ここに C、 黒い袋の中に入っている OH 基が一つつきます。そしてさらに五単糖のこの X の部分に穴があるので、ここにはさらに OH 基が一つで、 OH グループが二つつきます。でこれで、こちらがリン酸一つで AMP ですね。で AMP のリン酸のこの Y のですね、ここにさらにリン酸が一つつながります。これでアデノシンにリン酸 ADP ですね。でさらにこのリン酸基の一番後ろにさらにリン酸基が、逆ですね、こっちですね、一つ穴がある方ですね、こちらにもう一つリン酸基がくっついて、アデノシン三リン酸 ATP が完成します。でこの一番後ろにあるリン酸が外れて ADP がに変化するときにエネルギー8キロカロリーが生成されます、はい、A が書いてあるこの赤バッグから取り出した塩基、こちらがグアニンですね。グアニンの形をよく見せてください。はい、はい、こちらがまず一番下のベースにつながりますね。マグネット、マグネットを中心に向けてます、ね、で次の2段目の番がこちらですね、に次の塩基が刺さります。次の塩基がまた一つ上の段、こちらにつながります。繰り返します。次この B の3の赤い袋から塩基を取り出します。こちらシトシンですね。でこちらが先ほどのグアニンと対抗させて一番下の段にはめ込みます。そしてこのそれぞれのマグネットを後ほどつなげます。以上ですね。で次にこの白の B2 の袋ですね、こちらからアデニンを取り出します。そして台の2段目にセットします、はい、セットしたら次先ほど接続した一番下の段のシトシンの X からのリン酸と、こちらの今セットしたアデニンの単糖についている X ですね、こちらの X の部分、こちらとリン酸が、はい、結合します。これが、DNA と、ヌクレオチドの縦に結合するフォスホジエステル結合で、こちら側が3ダッシュマプタンで、こちら側のリン酸が CH2 から伸びてる方、こちらが5ダッシュ結合になります。で最後にこちら青い B の袋から塩基を取り出します。でこちらを3段目の段に取り付けます。こちら、あとは順番に塩基を少しずつ上の段に取り付けていきます。これで一番上の段まで塩基の結合がありました。そして最後に下の方ですね、先ほどの下から2段目のところに戻ります。
で、こちらの Y とこちら、もう一段上の炭糖の Y の部分、このリン酸と炭糖の炭素を結合させて、最後のホスホジエステル結合をつなげて、こちらで完成です。で、最後に分解の点、際の注意ですが、抜くときは上から引くのではなく、下からこの飛び出てるところを押し上げるようにして抜いてください。以上です。